始まりは中二の春、さとみって子に写真あげたら消しゴムを割ってくれてさ、意味わかんなかったけど俺はまんまと好きになったんだ。伊藤さとみに惚れたのか。少女漫画の王道パターン。何度でもチャンスはあるけど甘かった。返事っていいのじゃないとダメかな。待ってるから。お前あいつが好きな自分が好きなのか。ちげえだろ。福田はそれでいいのか。笑ってもいいしバカにしてもいい。これは俺の13年の恋の物語。福田くん、消しゴムをくれた女子を好きになった。7月25日スタート。